月曜日がなくなったら火曜日が憂鬱になるんじゃないの？そんなこと言ってたら結局1週間全部がなくなっちゃうよ。ずっと永遠に日曜日なの？はあ、それってあんまりにも荒唐無稽すぎない？小学生だって、ううん、幼稚園生だってもっと現実的な夢持ってると思うよ。ともちゃん、あの番組そんなに好きだったっけ？泣くとこなんかないと思うけど。あれはコメディだってば。ところでともちゃん、宿題ちゃんとやってきたよね？宿題、原告の宿題だよ。前の授業で出されたじゃない。寝てたでしょ。ってことは当然やってるわけないか。ほーん、そっか。こんにちは。おい、ちょっと待てよ。後でちょっとな。いつまで寝てるの？おはようじゃない。今何時だと思ってるのよ。ホームルームも寝てたの？
4時間目の丹治先生、今日は体調崩してお休みだって言ってたじゃない。だから朝のホームルームで先生が教えてくれたってば。ともちゃん寝てるんだったら関係ないじゃない。ああ、うん、言ってることがよくわかんないよ。なんか間違ってる気がするよ。いじめると泣くよ。うるうる。本当？ああ、そう思うよ。うん、わかった。シンクもそう言うなら信じるよ。シンくんのシンは信じるのシンだからね。照れるな。それなんだけどな。実は、うんうん、すまない、二人にしておいてくれないか。分かったんだ。確かまた寝てるのか。え？なんだかよくわからないが、まあいいか。実は二見のことなんだ。そのまさかなんだ。何を言ってるんだ。あの子の使ってるシャンプー、名前わからんか？
だからそんなんじゃないって。二人から来るシャンプーの香りが俺の憧れの人と一緒だと思うんだよ。だからお前にちょっと聞いてもらいたいんだよ。オンに着るよ。そうだな、どこ行ったんだろう。あ、いつでもいいよ。ただし早い方がいいな。じゃ、よろしく頼んだぜ。早いのね。まだパンもいっぱいあるよ。はいはい、350円ね。そんなの間違えないよ。それはちょっとバカにしてるよね。ねえ、
トモヤ、どっか寄って帰らないか。あっそ、じゃあ先に帰るな。私、授業が早く終わってほんの5分ほどだったんですけど、それで図書館ででもしようって思って、勉強しようって思って、だけど思い切って来てみようって。もしかしたら智也さんもって。ごめんなさい、今忙しかったですか？こういうことは普通初めに言いますよね、電話でも何でも。持ってませんでしたか？でも、智也さん勉強できそうだし、多分。じゃあ、私と無駄話してる暇もありませんよね。ですけど、私何言ってたかわからなかったですよね。お願いがあって古文を。あ、ともちゃん。ねえ、さっきの物理のノート貸して。最終手段だからさ、お願い。あれ、やっぱりみなもちゃんだ。何してんの？ちょっと。へえ、お知り合いなんだ。びっくり。友達だよ。結構前からかな。それで、二人はどういう関係なのかな？あのね、ゆえちゃん、関係っていうか、ともやさんは…ともやさん？彼女じゃないよね。みなもちゃんも隠してたりしてないよね。
スエちゃん、トモヤさんの迷惑になるよ。そんなんじゃないんだから。まあ、トモちゃんはね。まあ、いいけど。トモちゃんって呼んでるの？まあね。で、何してるの？みなもちゃんは？トモちゃんに何か用だったんじゃないの？私に古文を教えてください。へえ、古文いいな。ともちゃんは現代文のが得意なんだよね。そうだそうだ、みなもちゃん、あたしが教えてあげるよ。でも、悪いよ。いいっていいって。ともちゃん現代文の方が得意でしょ。私、先生のところに行ってわからないところを聞いてきます。それから図書館に行ってこようかな。やっぱり一人で勉強します。うん、みなもちゃんやっぱり偉いよ。そうだよね。私も帰って勉強でもしよっかな。他にすることもないし。だったら美術部に入ってくれたらいいのに。でも、ほら、ゆえ、絵下手だから。そんなことないと思うんだけどな。ありがとうございます。のともちゃん、へえ、やっぱりともちゃんって優しいんだね。うん、そうだと思うよ。